はい、じゃあ時間になりましたので始めていきたいと思います。皆さんこんばんは、ミカミックスです。虚栄都市2週目になりますね。今回やっていきたいと思います。加賀さんこんばんは、まゆさんこんばんは、りゅうさんこんばんは、うさもさんこんばんは、ということで、虚栄都市ね、2週目はね、あの女性主人公でやっていきたいと思います。で、ロードゲームのね、前回1週目をクリアしたデータをロードすると2週目に入りますので、物語の始まり、どこにでもあるような風景、どこにでもある日常と、ここら辺は1週目と同じだよね、左上の文章は。でね、虚栄都市はね、なんかね、エンディングはね、1つしかないみたいですね。あと女性主人公にしてもパートナーはね、女性ゆきちゃんになるみたいです。あ、これあれか、虚栄に沈む都市、これ書いたの大塚さんか、あのジャーナリストの大塚さんですね、あの男の。そういや、なんかベストセラーになったってエンディングで書いてあったからね。そうで、2週目になりますので、女性主人公でやっていくのと、あとそのサブイベント的なものは、ま、できるだけ全部回収していきたいと思います。あのこういう立ってる人たちとかもなるべくね、みんな話しかけて、ま、サブストーリーみたいなのはこなしていきましょう。あ、花屋のおばちゃんね、こうなんか2週目になるとね、いろいろと分かってくるっていうのもあるよね。まあ普通のね、話のところでももう2週目なんで、ネタバレ的なところはどんどん言っていっちゃうんで、まあちょっとそういうのが嫌な人は1週目のね、動画を見返してから、まあ、来ていただければと思います。ここは主人公選択になりますので、私は今ですね、主人公は女性。私は今、おお、こういう声か。あー、でどういう人にしようかっていうところか、すごいハイテンションで街にやってきたところよと。で、実は女性のね、名前はね、決まってるんでね、あんまりね、ハイテンションな人じゃないので、かといって学生でもないので、まあ、ここはまた会社帰りにしましょう。あ、今ちょっとカクついてた。今仕事を終えて労働してたのかな。もう可愛い感じの声だね。紫色の、まあ、光と、あ、OL だね。髪は少し長め。私の名前は、松原さんっていうんだね。でちなみに、まあ、名字はね、まあ、何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、またね、その三上にしてもらって、でここをね、さくらでいきましょう。さくらさんでいきましょう。これ許可を取ってあるんで。私の名前は会社勤めの若者です。いい、ね、あ、若者。ストッキング履いてるね。私はある女性との待ち合わせ場所に向かっているので、ゆきちゃんは全部一緒か。じゃあこの一番上のやつだけ雰囲気が違うんで、今回はこの一番上でいきましょう。友人、恋人なのってどういう設定だ。友人です。3番目普通に恋人なのになってたよね。待ち合わせ場所はあの大通りを右に向かった先にある公園だったはず。さあ行こう。なるほどなるほど、これがさくらさんか。さくらさん、あー見えないよね、やっぱりアングルがね、なかなか際どいところでね、止まっちゃうからね。
この男に話して、でこいつは傘を持ってくるんだったよと。天気よくそろそろ暖かくなってもいいと思う。よく降るわね、この数日ずっと雨よ。春だというのに冷える。でこいつらは喧嘩してる。白状しなさいよ。もうごまかされないわよ、ね、はっきりしなさいよ。また会っていたので、ダメだ、白状して楽になりたい。ほんでコンビニも入りましょう。もうこうなりゃやけだ。雨止まないな。この組み合わせもいいわね。なるほどなるほど。ほのかちゃんとうとう、アイドルの双葉ほのかちゃんがついに、双葉ほのかがついにどうなったのと聞いてみる。おお、君もほのかちゃんのファンだねって生写真だよ。どうだ、買わないか。まあ、買いましょう。これ大筋はあれだよね、なんかこう男性主人公用に作られてるよね。女性主人公用になんか特別に変わるってわけではなさそうだからね。謎のほのかちゃんの写真を買ったけど、お金はねどんどん溜まっていくっていうのが分かったから。OL スーツ、そう、前の主人公ほど挙動不審にはしないですそこはあのなんかね、さくらさんのイメージが落ちちゃうんで、普通に行きます。普通にね、全てのあれを回収すると。鏡はねちょっと見てみましょう。清潔に保たれている。ショートボブ、ロック、セミロング、ひっつめ髪。ひっつめ髪って何。ああ、こういう感じか。ロックは、ああ、なるほどね。どれがいいかな。ショートボブはちょっと俺の中では一番ないな。ひっつめ髪、俺的にはね、そのなんていうの、全体的にポニーテールみたいなのがね好きなんだけどね。ロック、これなんかあの人とちょっと被ってるよね。誰だっけ、あの柏木さん、ひっつめ髪。じゃあこれにしてみよう。覗き込む、用を足しますか。あ、そうか、これ完全男性用のあれだよねトイレだよね。でこいつは話してプロマイドみたいなの買ったから。今日よって正解だったな。おお、新しいのが入ってる。あ、全箱買ってもいいよねと。で店長さんも話したよね。すみません、少々お待ちください。イチジクゼリー。なんだなんだ。ここはスタッフ以外立ち入り禁止。パトレイバーね、操作しないとね。パトレイバーの操作画面結局見ないで終わっちゃったから。珍しいな。桜満開弁当、チューリップランチセット。あ、これさ、なんかさ、短いスカートとかにすればさ、しゃがんだ時にさ見えないのかね。さくらさんのパンツとか超見たいわ。いらっしゃいませ。唐揚げ大臣とか買っていきましょう。ここは少し補充していきます。あれ、こうか。一つくださいと。まあ一つどころか大量に買っていきましょう。2つ3つずつ買っていくか。水も3つ買って、まあ、ところどころ補充できるとはいえ、それなりに食らうからね。チューリップランチセットも3つ。週刊クエマ一応買っとくか。よし。で、この下に行きましょう。おっとと。カレーだね。で、この。コンビニスタッフのイベントですね。森本くんイベント。何やってるのよ。もう交代の時間なのに私帰れないじゃない。ちょっとどうしてそんなところに。今の一人言聞いてました。森本くんがどうかしたんですか。
森本くんがどうかしたんですか？いえ、その下司会はね、ちょっと最後にやっていきます。今回はまあ普通に全部回収する回で、私この後深夜ラジオの下司会はね、やっぱり男性主人公の方がいいと思うんで、そのチケットを彼から譲ってもらう約束だったんです。もう何やってるんだろう。岩渕さん、森本くんまだ来ないみたいだから、悪いけどあと1時間だけ残っててくれないかな。あ、はい、わかりました。もう決めた。チケットがなくてもとりあえずラジオ局には行ってみよう。岩渕さんって結局生き残ったんだっけ？どうしたんだっけ？ラジオ局は襲われましたよね。その後どうなったんだかあんまり見てなかったな。どこかで森本くんを見かけて、ありえないかもしれないけどチケットを受け取ることができたら RSG ラジオまで持ってきてくれませんか？そこで今夜ミッドナイトスカイガーデンっていう番組をやるんです。チケットは2枚あるんです。1枚はあなたにあげますから、お願いします。森本くんを見かけたらチケットを預かってくると。うん、森本くんを見かけたらチケットを預かって届けるわ。はい、いい子だ。ありがとうございます。さすがさくらさん、いい子だ。いらっしゃいませ。このカウンターの中に入ってるけど入ってるけどいい子だ。でコインとかもね、2周目に引き継がれるみたいなんで、まあ、でもこういうの開けていきましょう。いちご味、あ、あったね。最後の剣の物語、こういうのを読む人いるのかな。全然読んでないけど、これも活字のね本はね全然読まないんですよね。小説とかね全く読まない。これがね、そうそう、ちょっと難しいんですよ。ちょっと待って待って待って、狭いところでこう四つん這いになって進む。いつもは売り切れてるのに珍しいな。あとこいつか、話すのは。わかんない。コンサートのチケットを買いに来た後、よく振るな。あ、車がいるじゃん。そういえば引かれるのかなこれ。飛び出し注意。あ、止まるね。どう今タイミング的に確実に引かれたよね大丈夫だったけどさ。運転手これ見えんの？この位置でさ、この体勢取られたら多分運転席から見えないよね、この位置警察が確か近くにあるんだけど、こいつよく捕まんないよな。この人たちも聞いていきましょう。どうでもいい話をずっと聞かされているの。いや、こっちじゃない。それでさ、高子が春道のことをさ、まあ単なる雑談ですね。遅いな、彼女どうしたんだろう。あ、ここにもゴーゴーカレー屋さんあんじゃん。僕もだよ。あなたみたいな素敵な人と、あなたのような、あなたのような方に出会えるなんて今日はなんて素晴らしい日だろう。あなたはきっと私の運命の人だわ。まあどうでもいいわそんなの雨など気にならない。ふう、まあ一般的な光景ですね。どうしよう。渡ろうかしら、それとも渡るのやめようかしら。あれ、ここってだって赤でしょ今。正直に言ったものだろうか。ここで来るか。お、警察の人は飛び出してきたね。あ、あれは一体何があったんだ。警察署の中入ろう。警察署というか交番に入ろう。こいつ何。兄殺しの犯人について情報を得たかったが、何やら外が騒がしい。あ、いたね。なんかその殺人を犯したっていう女性。このドアタックルすれば破壊できるような気がする気がするって、さくらさん大胆だな。交番でこんなタックルして、あ、ちょっとスーツ汚れちゃった。あ、雨に濡れてんのか。ちゃぶ台みたいなのがある。
山荘を開けた。なんと男性警官用の制服を見つけた。え？ごっくりと生唾を飲み込んでから手に入れる。周囲を警戒しながら手に入れる。交番でこの制服をパクったところですね。パクってごめんなさい、回線が落ちちゃったので、一回ここでセーブをして、共栄都市っていうかプレステのね電源を入れ直して、復旧し直しました。ちょっとだけ、待ちます。ちょっとだけ待って再スタートしたいと思います。よし、じゃあ大丈夫そうかな、すいません。じゃあ続きをやっていきたいと思います。で、警官の制服で行きましょう。おお、話しかけていこう。おお、逃げようと言ってる割には、痛い、引かれた。今は絶対引かれた。ここにコインがあるね。これはなんか取れる？ほうれん草だ。青々と茂っている。もらっていきましょう。あとなんか警察署、どこだ、交番で、交番を出て府警に話しかけて横にいる警察官。なるほど、もう一回話しかけるんだな。一体な、あ、府警さん、これはどうもご苦労様です。はその制服、男性用の本物ですね。どこで手に入れたんですか。やばい、疑われちゃってるよ。栗林君、どうかしたのかな。柳井巡査長、この女性、男性警官の制服を着ているんです。やばい、さくらさんなのにちょっと、その不審行動を取ってしまった。どこで見つけたんですか。あなたが盗んだんですか。盗んでません。交番の宿直室のタンスの中にあったのを借りてるんです。ここは素直に謝っておきますか。じゃあすいません、すぐ返します。すみません、交番の宿直室のタンスの中で見つけて、すぐ返します。宿直室のタンスの中ですって。なるほど、あなたは制服を見たら思わず手に取ってしまう資質があるようですね。やばいやばい、何感心してるんですか。さくらさんがおかしな方向へ行ってしまっている。大変、それどころじゃないわ。私、住民の避難誘導してきます。ああ、わかった。何か壊す音が聞こえたが。で、この結果に話すと、なんかくれるみたいな。君もしかしてコスプレ好きかな。僕にはわかるよ、なかなかいい線ってるね。装備は変えれば変えるほどコスプレレベルが上がるから、お互い頑張ろう。あ、そうなの。初めて知った。コスプレメンバーズカードを手に入れた。ちょっと見てみよう。もうすでに、もうすでにさくらさんがおかしな方向へ行ってしまっている。あんまりおかしな方向に行くとね、怒られちゃうからね。コスプレなんちゃらカード、あ、これか。会員規約、あらゆるコスプレを愛すること、常にコスプレの可能性を探求すること、志あるものにコスプレの輪を広げること。なんだこのカードは。あ、ここにも、あ、このうずくまってる人も趣味は話したね。すごいな、映画みたいだ。あ、そっか、メールが来るんだっけ。何これ、やばい、すごくない。ダメだ、早く収まってくれ。一応まあ普通に返信はしておきましょう。無事ですかと。ゲームなんか回線が変わるとかそんなのないと思うから。なんだろう。ウルトラマンが現れて、しかもさ、回線が落ちるとさ、なんかこっち側から情報が発信できないじゃないですか。多分視聴者さん側からすると、あれなんで見れなくなったんだっていうだけで、いや俺の方は俺の方で、あれなんで落ちたんだって言って焦っていろいろ、あの電源を落としたりしてやってるんですけど。ごめん、お母さん。まあ、ここは慰めて、あ、違う、買ってあげよっか。
その薄紫色の花を売ってくれませんか。え、この踏みつけられてひしゃげた花を買ってくれるんですか。やばいなこれ、さくらさんの呪い、すげえ滑ってる、所持金を渡したって待て、さくらさんの呪いかなとかなんか言おうとしたら所持金を全て渡したとか言い出してきたんだけど、私には健太という一人息子がいるんですが、夫が事業に失敗して多額の借金を残して、健太にだけは不自由させないでちゃんとした学校を出てほしくて。いや、全財産、さくらさん全財産渡しちゃったよ。ここで優しすぎですよ。俺なんかさくらさんの呪いだとか言ってさ、本当に申し訳なかったね。手を取り見つめ直そう、見つめ直そうじゃない、見つめ励ますか。しました、私もあなたのお役に立ちたいです。いや、今全財産渡したところでしょ。ありがとうございます。またお店を再開したらお花を買ってください。なんだ、何が起こった。先ほど宮崎桜君よしちゃん、東京の方に行かせる。あれ、引っかかっちゃった。持ち込みにかかって建物などを破壊。相手転んでしまった。さらに危険が大きくなることが予想されます。いや、これでさっきの皆さん警官か、建物の陰に隠れてください。そこの中、あなたも早く。通りの向こう側はまだ火災が起きていないわ。諦めちゃいけません。諦めなければ絶対に助かります。私も絶対諦めませんから。この人はあれだよね、助かったんだよね、助かったっていうか死んでないよね。待って、ちょっとだけ、ちょっとだけお待ちを。よし、あー逃げてた。あの人話そうかなと思ったけど、ここで緊急のニュースをお伝えします。あった、あー燃えた、また燃えてしまった。上着が、これ絶対ダメージ食らってるでしょ。暗い暗い暗い、煙で見えない。おお、あ、なるほどね、今の光線で建物が破壊されてこういう状況になったのか。一瞬にはね、何だかよく分かんなかったからね。くそ、ダメだ。で、これが取引現場か。で、まあ普通にジュラルミンケースを見ましょう。金だ。金を失っちゃったからな、1万円取った方が良かったかな。いや、でもそういうことする人じゃないからね。で、確実にさ、でもさ、これ今のコスチュームで行くとさ、警察官に見られたっていう感じだからね。ウト、警官相手にいい度胸だ。とにかく逃げよう、逃げよう。ちょっと警官としては情けないよね、なんか逃げようって。警察官の服着てるんだからさ、もう少しさ強気に出てもいいと思うんだけど。なるほどね、これで分断されたのか、武藤君たちとは。じゃあ先に進みましょう。おー、ウルトラマンジャンプして、これは、すごい迫力だ。すごい、すごい迫力だわ。で、歩道橋を駆け抜けると、多分あれ走らないと潰されるよね、これに。これ多分ザラブ星人だっけ。
ロスト空港でやってた時にザナブ星人に出てきてさ、なんか偽ウルトラマンに変身してなかったっけ。これはなんだか危険な感じがする。なんだか危険な感じがするわ。逃げよう。よし、取れてる。最初のオープニングに出てたあれはこいつの記事だったんだね。煙が入ってきた。ここにいるとまずい。停電のようです。エレベーターは動いていません。まだこっそり行く必要はないからね。移動しよう。ここにいると危険です。階段で上へ移動しましょう。この姿で行けばさ、ずっと警察官だとみんな信じてくれるんじゃないか。なんだかあのでかいのに狙われているように見えた。あいつの勘に触るようなことでもやったのか。なんで私が狙われているように見えたんですかと。なぜ私が狙われているように見えたんですか。立教からこのビルの入り口までまるでお前さんを狙って攻撃しているように見えたからさ。だとしたらここで一緒にいたら。これもあれかね、俺もユキちゃんの力かね。いや待てよ、大塚だ。ネットニュースに記事を投稿してる。で階段を駆け上がったと。よかった、気をつけてくださいと。であっちに行く前にここら辺全員話してる。今金がないのよ。金が、野菜の値段が上がってるよって言われてもね、野菜とかないからね。ここまでに野菜、あそこに野菜なってたね、警察署の後ろに。まあいっか、あんなものが街にいるなんて。あれは何なの。おお、こりゃすげえ。あ、ザラブ星人、こっち見てる？俺の方見てる？じゃあウルトラマン何してんの今？あ、戦ってんのかまだ。ザラブ星人はあれ？指からなんか光線みたいなの放ってるんだね。ドアが開かない。とっとと宝石を回収して売りたいけど、あのね、宝石の金はね、どん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 資産をね増やしていく。何、最初の資金なんすよ。いいね、カレーだね。ちょっとさ、一章をさクリアしてさ、コスチュームをいろいろ買おう。でさくらさんにいろいろコスチュームを着せよう。うわあ、なんだあの巨大な腕は。やだ、死にたくない。課長、いつも偉そうなこと言ってるくせに。うわあ、ちょっとここら辺の見たイベントはちょいちょいカットしていきます。まあ普通の人の反応だと戸惑うよね。何この光、私の力なの。
なんかレベルが上がったってそれあったね、そんな。何なの、なんとか光線のレベルって。すごい力だ。なんて頼もしいの。おい。で、なんかかっこいい。でここもただね、虚栄カメラにするとねすげえ見づらいんで、あ、取れなかった、あの子。どんどん進んでいきましょう。今のは一体ニュースになってないかな。あ、そうか、これでニュースを見てんのか、毎回毎回。そういう設定なのね。おお、女性のファッション誌になってるね。で、あ、パーティードレスとか、あ、ビキニ。あー、でもちょっとビキニ買おう、まずこれを買おう。パーティードレスもちょっと買っておきましょう。女性警官か。セクシーライダースーツ。ちょっと待って、現在のコイン数少なくね、153枚しかないあれに使いすぎたな。あ、これ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 、トラ柄って何。もういいよ、買おう、ビキニ。とりあえずここら辺はちょい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 変えていこう。セクシーなほくろ、口元のほくろか。いや、こういうヒゲとかつけてもしょうがないからね。まあセクシーなほくろ買うだけ買っておきましょうか。まあこんな感じかな。で、じゃちょっとセーブだけして先へ進んでいきます。じゃあステージ2は水着で行こう。水着もね、なんか上着みたいなの着てたからね。あ、でもあれか、多分ダメージ食らうと上着が吹き飛ぶかな。ちょっと楽しみだな。早くさくらさんに水着を着せよう。男の時はね、変ななんか普通の水着トランクスみたいな感じだったからね、全然興味なかったけど、これ女性主人公になると一変して変わるな。巨大宇宙人から逃れるよ。すごいことになってるみ。おお、こ、わかん。確かに私も彼女も見たわちょっとさ、あの絵的には変だよね。でも警察官、彼女は私の友人。友人か。ほうのゆき。なん、でもこいつもう死んでんだよね。死んでるっていうのもあれだけど、失礼だけどさ、死んでるんだよね。まあ君のことを考えていた、普通に。あなたのことを考えていたのよ。え記憶を改ざんされてるんだよね。こんなやりとりの中、微笑ましい気持ちになったと。微笑ましい気持ちになった。結局このブレスレットって何なの。急ブレーキをかけます。姿勢を避けてください。電車の前の方から声がするわ。行く前に着替えよう。アイテム、まずちょっとパーティードレスを見てみよう。あー、こんな感じか。帽子もかぶってるんだね。帽子は外そう。あー、なるほどね。セクシーなほくろって何？ちょっと拡大しないと分かんない
めっちゃくるくる回転してるけど、あーそういうこと、マスクなんだセクシーなほくろって。でこれは、あーなるほどね、こっちは、あー柄が違うだけか、中の柄とパーカーの線の色が違うだけだね、まあ、こっちの方がいいかな。ちょっとこれ派手だよね、虎柄って。ブレスレット、あ一輪の花とかあんの花を手に持つんだ。あブレスレットもつけられるね、つけておこうか。じゃあ、あヒットポイント3、スタミナ3とかそういう効果があるんだ。おお水着になった。ちょっと何が、近づこう。ちょ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 い画面を拡大したいんだけど、前に来ると画面が前に来てしまう。走れないここでは。寒そう。電車は動かないの？マジ寒そう。原因、ひどい怪我の人もいるみたいだぞ。すみません。線路動くもの。とにかく足元が暗いですから。よし行こう。なんだ今の音。走れない。どうなってんだ。この人は？何なのよ。あれこの人たちって、まっすぐ。この人はさやられちゃうけどさ、他の人たちってどうなの？今のどこで音がしたの？本当に何かいるんじゃないか。運転手の説明こっちではないね。音は嫌だよね。なんか もしかして駅のホームじゃない？本当だ。駅に着いたんだ。地上に上がれる。懐中電灯、それ懐中電灯ってさ拾ってさ1周目の時って俺すぐ閉まったじゃん。なんか明かりがついてるから危なくねみたいなこと言ってさ、そっから全く使ってなかったよな。ちょっと髪型変えたいな。なんかビキニ姿にこの髪型はなんか合わない気がするんだけど、どうだろうね。こっちってコインあったっけ？ない。駆け抜けろ。無駄無駄無駄。やつらは電波に群がる。そうなの？あだからスマホに群がってたのか。ここは叫んでみよう。誰かいませんか？開けてください。彼女を先に入れると。ありがとう。あれちょっとさくらさん顔が汚れてる。どっかでダメージ食らったっけ？この車両ももう持たないでしょう。とは言っても乗客には車内にとどまるよう穴、それについていった人々が、ここにいては危険です。どこかへ避難しましょう。ここにいては危険です。どこかへ避難しましょう。ここにいるよりは可能性があり。おお胸元が。とにかくここから出ましょう。奴らスマホに反応してるのか。また着信があると厄介だ。あなたもスマホを持っていたら電源を切っておいてください。よしこれは俺が捨ててこよう。任せろ。いけない。これ以上先に行けない。こっち側とかいたらどうなるの。ピンポイントであの車掌を狙ったな。前行くんだっけ。体力が減ってるって言っても着替えた分だけか。無駄。コイン貯めていかないとね。なんかすげえいい、なんか服を手に入れたとき買えないってなると悲しいからな。
来た来た来た、あー、ちょ待って、さくらさん、こんな状況でクライマックスしてたらやばいでしょ。やったぜ、上着が剥がれた、すげえすげえこれ注意をそらせないだろうか。携帯投げよう、携帯なんていらん。ちょっとこれ懐中電灯持ってるのもなんか絵的に微妙だな。これすごくない？なんで水着でエロついてんの？どうなっているんだ？これは。たまには気合い入れておめかししてて。ごめんなさい。大丈夫？大丈夫ですと。いえ、大丈夫です。よかった。本当にごめんなさいね。一体何が起こってるのかしらね。隣の桜区でも巨人が現れ、あなた。なんで水着なのと誰も言わないね。うわ、水着の女の人を撮っている変態だこいつは。綺麗な顔してるわね。何そういえばさ、そうやって言えばさ、水着の女の人撮っていいの？私の名前は柏木。俺も今度やってみようかな。綺麗な顔ねとか言いながら。私たちは自己紹介をして前にもウェブライターを名乗る人に会った。そうだ、携帯投げちゃったからね、スマホないんですよ。メールアドレスは。そうなんだ、私の予備を貸してあげる。大丈夫、次は手分けして。体力ちょっと減っちゃったからここで回復しよう。 AEDどうなってんだ。完了。すみません。これなんだっけ、本だっけ。あ、本だね。これは、あー、制服か。もう制服なんて着ないよ。水着で行こう、水着で。ゆきちゃんなんか言ってくるかな。水着になってるし、そう、あのパーカー着てたんだけどダメージ食らってね、パーカーがね破れちゃったんですよ。お、ホームから来た。なんでしょう、全く把握されてませんよねこの状況。うん、そうだね。40分くらい前電車で来た。そしたら見ての通り出られないんです、あのブヨブヨしたやつのせいで。皆さんどうすることもできない。あ、救助待ちなんだね。ここは何もないか。こいつ挟まってんじゃんこの人。助けてください。すぐに助けます。おかげで助かりました。行く先々でよくこんな目に遭うんです。よくこんな目には遭わないでしょう、どう考えても。特に何もなしか。あ、岩渕さん怒ってる、こいつだ。そわそわしている青年、岩渕さん怒ってるだろうな。どうかしたのかって。バイト先の友達に深夜ラジオの公開生放送のチケットを渡すことになっていた。電車が動かなくて店に行けない。チケット持っているだろうな。君が森本くん、まずはそうだよね。そういうことを言わないとお前なんだよって言われるから。森本くんと出会ったら、チケットを受け取ったらラジオ局まで持ってきてほしいと言われたと。君に渡してもラジオ局まで行けると思わないが、渡してしまった方が気が楽だ。岩渕さんにとっちめられても嫌だからね、君に託そう。おお、チケットゲット、オッケー。あ、これさ、トイレはさ、この場合女性主人公の場合は女性に入るのか、男性のとこは入れないよね。男性用トイレねと。あ、入れないね、やっぱり。じゃあ女性用トイレに行って、あれ、これ何してんの、県外。あれ、なんで柏木さんの携帯とか普通にさ通じてたよね。コインを取って、女子トイレって、まあ、そりゃさすがにさ入ったことはないけど、まあ個室があるだけだよね。男性トイレはね、ここに男性用のね
立ってする便器があるんですよ一応女性の人に言っておくと。よし、鏡を覗き込んで、髪型じゃあこっちがいいかな、ロックがいいかな。俺的にちょっと柏木さんと被っちゃう感があるけど、ロックにしよう。よし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 、もうちょっともうちょっと、なんか近くで見れないかな。この顔が汚れてるところが嫌だな。顔は洗えないのか。ダメージを食らってしまったからね。これじゃあ、でこいつらは大丈夫。あれ、そりゃここさ襲われるよね。岩渕くんとか生き延びたのかな。地上も大変なことになっている。岩渕くんじゃねえ、岩渕、森本くんだ。今晩息子家族が久々に遊びに来てる。地下街へ抜けられれば。しかし腹減ったわって。地下街の方へ抜けられればいくらでも食い物が手に入りそう。一体何が。何、侵入された。逃げましょう。ま、落ち着いてコインを回収していこう。あ、離せない。なんかないかな。あ、やられてる、この人。もうやられてる、もうどうにもできない。やられてる、ちょっとどうにもできない。すまん。さっきさ、あれ、これ下行きたいんだけど。かっこいい。進撃の巨人のさ、シーズン2の第1話をさ、借りてきて見たところなんですよ。なんか巨人に襲われてるってこんな感じだよね。いや、どうにもできないよ。あ、それお母さんじゃん、お母さん。ひろこ、ひろこ。GZバーガー。怖かったわ。ブヨブヨしたやつの下に区切っていく。俺が行くのか、こっちは。あ、まだ行けないんだ。一周してこないといけないのかな。あれ、すげえ体力減ってんだけど。そんなにいっぱい食らったっけ。水着だからダメージがでかいのかな。防御力ほぼゼロだからね。いや、防御力とかないけどさ、ないけど、こんなんで食らったらひとたまりもないよね。お肌に傷がついてしまう、桜様の。かといって水着修理するとさ、多分パーカーも修理されちゃうよね。キタキタ親父の格好確実に変態だからね。さくらさんにそんなものを着せるわけにはいかない。あ、なんか触手が。いらっしゃい。お、ここで回復できる。回復すれば顔の汚れとかも治るかな。どう、暗くてよく見えない。一応暗証番号のところをチェックして、この人に話を聞いて、あ、これは持ってこう。ポスターをさ、店のもの勝手に剥がしていいのかよっていう。まあ緊急事態だから誰もそんなのは気に留めないか。番号を尋ねると、宝石屋の店主が知ってますと。で、宝石屋に行きましょう。ハンバーガー屋さんか。で、これも結局なんか謎だったよね。ハンバーガーはどこって言ってる。パパが大好きな GZ バーガー買ってきたらパパが戻ってきてるんだよねと。まあこれはそうだねと。あ、お母さんはもうすでに一回話したらいなくなってるんだ。で、このうちに駆け抜ける。メモ書き。で、これはね、暗号を押すときに勝手に表示してくれるからね。で、こっちに話そう。で、これは選択肢がもう正解の選択肢が決まってるんで、
まあ、優しく声をかけて、でさらに優しく声をかけて、でこれも心にもないこと、これで正解ですね。1周目たまたまだねたまたま正解の選択肢になったんだけど、別のねやつをね選んじゃうとね、行きましょう。あっ、来た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 、そういうこと、だから逃げてったら、ちょ待って待って、行った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 、ちょいちょいちょい、行けない行けない行けない、あの宝石あさってる人やばくないか、ここに侵入されたんだ、なるほど、タイミングすげえなもうみんなさ危機管理能力だけはすごいよね一目散に逃げてくからね。あれこれ、あ、向こうに通じたかと思ったら全然通じてないや。なるほど、どんどんやっぱり侵入されてるんだ。え、この天使とかもじゃあやられちゃうんじゃん、ここにいたら。ああ、ここで売ろう。トイレットペーパーの値段これしかないからな。あ、パーティードレスとか一応売れんだ。エメラルド売りましょう。これで6000万でしょ。でこのね6000万はね取っとかなきゃいけないんですよ。取っとかなきゃいけないんだけど、鉄道運転士はいいよね、売っちゃおう、こんなの着ないよ。で男性警官の制服も売っちゃおう。よし、これである程度金ができて、でちょっとだけ、ちょっと一回直してもらいましょう。どうなるか。ビキニの水着修理する、修理して、あー、やっぱり着ちゃうよね、そりゃそうだよね。じゃあちょっとさくらさんには申し訳ないけど、もう一回ダメージを食らってパーカーを剥がそう。これって前回と一緒なのかな。ペリトット、翡翠、エメラルド、ルビー、なんか一緒っぽいね。ペリトット8、翡翠が5、エメラルドも5で、ルビーが、ルビーどれだ ?7 か。フライドチキンの件、フライドチキンってどこだっけ、ラドンじゃなくてギャオス。で、ロックを解除しました。あ、ここにも、ここも、うわ、そっか、突破されんのか。柏木さん早いな。あ、機動隊が来て、あの人もやられちゃうんだよね。でもで、柏木さんこの後どこ行ったの。ここで一旦お別れか。だって逃げ回って車に乗って、そうだよね、またすぐ水着になろう。もうパーカーなんていらないよ。今雨降ってんだよね、そういえばめちゃ寒そう。パーカー着てるとはいえ、来るわ。もうこの時点では柏木さんどっか行っちゃってるね。ちょっと待ってね、この激戦区の中、コインを回収したいからな、なるべく。これ、これ回収して、うおー、地獄絵図だ。しかし俺の回避能力も上がってるからな、結構なんか処理落ちしてるけど大丈夫。めっちゃ処理落ちしてんだけどめっちゃカクついてんだけど地獄絵図になるとカクつくんだな。あれ、1周目ここカクついてたっけ。すっげえカクついてんだけど、みんないった、すっげえ食らった。ちょっと待って、食おう食おうちょっと唐揚げ爆食いしよう。
これ完全にさ、完全にさ、君たち、この車に乗って、早くこの場から離れなさい。キーは刺さってる。運転はできるね。あ、俺が運転すんの？もちろんよ。もちろんよ。水着で運転するのか。すぐ水着になるね。楽勝だよ楽勝。早く乗って。あ、ブレスレットしてる。いいから早く、早く出しなさい。私のことはいいから、とにかく行くんだ。こいつさ、この状況で生き残ったんだ。すっげえな。ごめんなさい。ごめんなさい。あ、ここでガメラが出てきて、レギオンを倒してくれたのかな。それで生き延びたのかな。よし、じゃあ2つ進んでね、ちょっとね途中っていうか最初の方で回線落ちがね、2回あったんで、動画がね途切れ途切れになっちゃって申し訳なかったんですけれども、1回切りがいいので、あの休憩します。休憩中にまあ落ちないこと、もう多分ここまで来ればね大丈夫だとは思うんですけど、ちょっと今が22時15分なので、まあ、また5分ですね、22時20分まで、一旦休憩して、続きをやっていきたいと思います。じゃあここで一旦休憩します。